まあ、皆さんよくご覧になってるんで、まあ、最初に見ていただくのはこの表なんですけども、この表見たことありますよね。うちのおじいちゃんってことないですけど、これ子供をよく知ってるんですけど、千と千尋の神隠しの時に最後出てくるんで、あの時川の神様になんでかなってるんですけど、これ農業の神様で大きいなというか、おじいさんの神様で顎のところでこういうの2つになってる。でこういう古い形式がこの表だけなんです。でこれ私なんでかなと思ってたら、顎で子に分かれてるということは、これ切るとこうなってるんですよ。でこの形は韓国に多いんですね、表に。でおそらく文化ってやっぱり韓国、中国、韓国経由で来てるし、まあ、そういう風になってるのかなってちょっと思ってるんですけども、でこの役やる人ずっと男の人だけなんです。でその男の人はただし前日から女の人が作った料理や触った食べ物も食べれないんです。昔は10日前からやってたらしいんですけど、今できひんので前日からなんですね。で中には料理旅館みたいなとこ泊まらる人もいはるんですよ。板前さん男ですから、絶対女の人触ることないから言ってやらはる人いはるんですけども、で楽屋でお見聞きいただいて、火打ち石でカチカチと火を切って舞台出るんです。でなんでやり続けてるかっていうと、これ祈るってことなんです。それは個人の祈りじゃないんです。みんなの代表として、例えばパリのテロでたくさんの方が亡くなられました。その方たちのために祈るっていうことをするのであれば、前の日から精進潔斎して自分にちゃんとやってから出るっていうことをやり続けてるっていうことなんですね。じゃあちょっとご協力していただけますか。まあ、これ女の人の表なんですけど、何歳ぐらいでしょうか。私じゃないですよ、こっちですし何歳ぐらいと思います。これね、15、6歳なんですね。そう、今の私たちの感覚でいうとなんですけども、平安時代の女性の寿命、まあ、室町も多分そうですけど30代前半なんですね。なんかこれ15、6歳の人の顔なんですけど、まあ、これを見ると当時のもちろんお化粧やいろんな文化が分かるんですけども、能面の最大の特徴は角度の変化。これをちょっと下向けることでちょっと暗い感じになったりとか、上向けることでちょっとホッとしたりとかって、ちょっとした角度で変化があるんですね。でもう一つは非常に見えにくいということで、すいません学長、ここに来ていただいてよろしいですか。はいはい。で向こうを向いて立っていただけますか。はい。能面当てはたことあります。はい。初めてですか。いえ、あります。ありますか、はい、じゃあチョイスメニューでいいですか、可愛い系で、はい、これで、はい、いいですか、はい、般若もあるんですけど、般若の方がいいですか。いえ、いいですか、じゃあ前に見ていただきますか、まっすぐしていただいて、ちょっと顎引きかね、まっすぐですね、顎引きかね、目の高さは大丈夫ですか、もうちょっと顎引いていただいて、目の高さ大丈夫ですか。はい、はい、私の指見えます。見えます、うん、指見えます。いや、見えません。見えます。はい、見えます。はい、見えました。はい、今見えます。顔をちょっと動かさないでください、はい、ここ見えます。いや、見えませんね。見えます。見えません。見えます。いや、見えます。あ、見えます。はい、もうほとんどね、ど真ん中じゃないと見えへんってことなんですね。で人間って目の穴なんぼちっちゃいって説明しても、開いてると見えるって錯覚してしまうんだけど、ほとんど前見えないんです。でここ今私手で当ててますけども、本場はこれ穴が開いていて、そこに紐をかけて絹の紐で後ろでグッとくくられます。でこれだけ見えないので、もしその紐が緩んだら真っ暗になりますよね、ちょっとずれたりしたら。だからかなりきつめにくくられるんですね。で髪の毛ももちろんカズラというものを言って、まあ、体には能の装束、まあ、重さいろいろなんですけど、トータルすると10キロ近くなることもあるんですね。でそれでだいたい1時間から2時間演技するんで、脳ってやっぱ肉体的にも精神的にも結構しんどいんですね。多分今当ててんの1分足らずですけど、結構鬱陶しないですか。鬱陶しいですね。鬱陶しいですよね。もう喋るとなんか水蒸気じゃないですけどね、なんかこうくぐもってマスクしてるような感じなんですよ。ネクタイと微妙に似合たれますけどこのままこの辺歩いていただくと、多分絶叫しある人が出てくる。はい、外します。ありがとうございましたすいません、ありがとうございます。まあ、子どもたちにもね、まあ、こういうことをやったりしてるんですね。でやっぱりこうある程度体験させながらじゃないと、話だけって、今日皆さん大人ですしモチベーション非常に高いので、私も1時間ぐらい喋ってたんですけど、聞いてくれはりますけど、子供は絶対そんなもん絶対聞いてくれはりませんから、
あの参加体験しながら短いコーナーをたくさん作って飽きないうちに、まあ、展開させていくという形で、おのおも何でもいいってことはないので、動きが多くて登場人物についても知ってるしというような、まあ、ことをやって、そういうプログラムをやってるってことなんですね。もうこの辺でちょっと喋るのやめないと。とりあえずここで、はいはい、あの皆さん拍手をお願いします。いやいや、もうすごい中途半端な。